おやっとさん、鹿児島ニアのフールです。鹿児島弁でマザー続きをやっていきたいと思いますが、ご覧ください。レベルバスーン30、27、24、めちゃくちゃレベル上げました。ちょっとね、あのバイソンとかあの辺にめちゃくちゃ苦戦したので、もうね、なりふり構わずで、前回ね、超えられなかった湿地帯超えていきたいと思います。まあ余裕だと思いますよ。もうすげえレベル上げたからね、本当に不毛な時間を過ごしましたよ。はいはい、もうこの辺はね、はい、一撃。あ、ちょっと痛い。はい、一撃じゃねえ。まあまあまあ余裕ですよ。もうこの湿地帯、この辺にもねめちゃくちゃ苦戦したんですが、もうこの湿地で、このもう湿地帯をちょっとエンカウント率がえぐいもう湿地帯のね地形ももう把握しつつあります。喋れないわな、カットされちゃうから。あ、やっと落ち着いたか。油断はならないな。ここね、湿地帯結構入り組んでるんですけどね、もう何回も来たから、もう覚えてるから。いや、でもレベル上げの最中はエンカウント率気にならなかったけど、先に進みたいとなるとちょっとやだね。ここで一旦ピッピちゃん、ありがとう。おはよう。こっちに行きの、もう敵がちょっと、もうエンカウント率が、ちょっと前に進めないよ。エンカウント率えぐいよ。なんか敵よけみたいな、トヘロスだっけ、トラマノだっけ、ないの、そういうの。ないか。結構ね入り組んでてね、大変は大変なんですけどね。いけるか、いけるいける。あんまりあれだ、あんまり冗長だとカットされちゃうよ。カットされちゃう。あ、どっちだっけ。ちょっと冗長ですよ。つまんないですよ、視聴者が。違った。ああ、違う。あれ、なんかぐるぐる回ってる気がしてきたな。あー違う、何ここ、この橋何、あなんか覚えたぞ。ライフアップ、ヒーリング、スーパーザイコシー、あ、ビームガンマか。ビームガンマは一撃じゃなかった。すごいね、もう世界は魔物に汚染す、抜けたんじゃないかな、これで。まっすぐ、あるピッピちゃんちだからね。まっすぐ来たかな。いやはや。これ当時の子たちは挫折するで、これは。
若干左か。若干左目。こんな道通らないといけないの、あの町は。もうすぐ、もうちょい左かな。アクセス悪いな、バレンタインは。あ、着いたかな。チェック。西バレンタイン、南地帯抜けてきましたよ。あれ、町じゃねえの、スパイダー。あ、そういう系ね。そういうやつには殺虫剤。汚い言葉投げてきたかった、スパイダーのくせに。あ、使うまでもない。バレンタインか。この辺ぐらいからちょっと当時の記憶が危ういやになってきますな。確かね、歌って踊るところはここじゃなかったかなと思うけど、そっから先がな。あ、やられてる。よいしょーらー、今日のフールさんはイライラしてますぞ。ムーク A 集中攻撃。あ、ホテルに泊まりたい。ちょっとホテルに泊まりたい。ついたか。あ、若干。あれ、都会だった気がしたけどね。あぜ道だね。なんだいこれは。西バレンタイン、東ホーリーローリーマウンテン、東ホーリーローリーマウンテン。あの天かな、山。あ、なんか新しいグラフィックの人が。全くブラックブラッドダンの奴らと来た日にゃ。悪い奴らがいるわけですね。懲らしめてやりましょう。気をつけて歩きなよ、お前たち。へへへ。なんで？怖いな。あ、すごい。すごいぴっちり家が建ってる。あ、通れない。なんか町住人のグラフィックがちょっと新しいね。パンクだね、この人。釣り人に話しかけると話が長くていけない。あー、暇だからね、釣りね。あれ？都会のイメージだったけど。あ、出ちゃう、出ちゃう。完成な住宅街じゃない？おー、なんか、ヒントおじさんみたいな。看板の文字はちゃんと読んどるから。読んどるよ。西、海の展望台。北、バレンタイン港。海をきれいに。どっちも行きたいなぁ。海の展望。海の展望台ちょっといいか。西。あれ、ライブハウスがあったんじゃなかったかな。違ったかな。あれか。お、ありましたぞ。海の展望台。飛行機でね、通ったよ、ここ。ここの展望台から見える島で煙が出てたよ。誰か住んでるのかな？望遠鏡で見てみればよかったな。こちらのエレベーターで展望台までお上がりください。はい。あ、ダーターなんですね。ご意見を覗いた。海が綺麗だった。おお、そういう感想。向こうの島で何かが光った。あ、おお、すごい。垂直離着陸。あ、乗るの？ワンタッチだな、俺。あはははは、やってしまった。燃料の無駄遣い。
ごめんごめん、もう一回乗る。ごめんなさい。すごい環境に悪い。こんにちは。こんにちは。いちご味の豆腐、あーここだったか。いらねえなそれ。いちご豆腐、いちご豆腐なんかキーアイテムだよなこれ。さてさて、ま、あ、そんな、あーどれか一つってことなの。あーここだったか。食べたことありません。売ってないのかな、どっか売ってんのか。マジカントにあったんだよ。わしは助手 A に似ていますが、助手 B でございます。わしも大いにいちご味の糖を欲しております。博士の助手 A であります。私もいちご味の豆腐が食べたいであります。持ってきてあげたかったんだけどね、ないのよ。あ、なんかもらえる。よし。3つ持ってきたらいいのかな。すごいね。なんでロケット飛ばしてくれたんだろう。こんなこと普段もしてるのかな。こんだけか。あんまり大したことなかったな。お、堤防があるぞ。おしゃれだぞ。いいね。海が綺麗だね。荒れてるね、なんかね。荒れ模様だね。あれ、何にもない町だったっけな。違うよね。あ、なんか何が怪しい、こいつ。タスキかけてる？もしどこかの砂漠で顔のあるサボテンを見つけたら、とても怖い。ざますわね。ざますわね。ゴビが、あ、なに、塩、塩盛られてる。ああ、グラフィックかわいい。ブラックブラッド団って名前は長いから、みんなブラブラ団って呼んでいるのよ。不本意だろうな、ブラックブラッド団のやつらは。あら、今なんかビルあったよね。あ、待ち合った。お前たちブラブラ団の仲間じゃないだろうね。違います。あ、バーガー。こいつかな、ブラック。これ HP 低いけど頑張ってみる。あはは、嘘。こいつか。タバコ吸ってる。悪い。なんだ、俺らに喧嘩打ってくるのか、あの野郎。本気でやるぞ。民間じゃねえって、おら。フリーズしろ。あ、ひどい。ごめん。あ、なに不屈の精神。なるほどね。負けを認めるまで。これ、ここででも無限に経験値稼げるのかな。いくらもらえるんだ？ま、25259だから。あ、大してもらえない。なんだよ。あ、ホテルないかな。フード。あー、うっ、たっけー、いちご豆腐。ぼったの栗ですな、これ。3つ買うといくら？ 2000 ドルぐらいするんじゃないのかな。2000ドルかー。バラエティグッズ。サバイバルナイフ売ってる。ライブのチケット売ってる。とりあえず、いちご豆腐3つ買ってみてかな。2000ドルぐらいはあるけど、あ、2万ドルも持ってる。すごい、チャラい。じゃあ5000ドルぐらい持ってっか。全部買おう。なるほど、ここに売ってるのね、いちご豆腐。買いますよ。はい、じゃあ人数分買ってってあげますか。あ、おい、おい、お前、グレイスの兄貴がいたら、お前なんか指先でひょいさ。あ、お前もやってくるのか。グレイスさんがいるのね、ここに。
よいしょーらー、なめんなこれ。我に返った。我に返るけど、また やってくるんだよね、どうせね。バレンタイン警察署。助けてー。っていうか、仕事しなさい。あ、いない。これ武器を手に入れるいいルート持ってるんだ。なに、警官なのに。あ、警官がこんなだからかな。怪しいおっさん。山の上に黒い雲がかかってからというもの、人も街もおかしくなっちまったよ。そうね。よよ、そっちのお二人さんは恋人同士かね。違います。いいや、心の奥には愛が芽生えちゃってるんじゃないの。テンション病、あ、ホテルあった。あー、こいつらも。ほら、お前ら、飛行はやめなさい。俺は強い。口ばっかりしたけど。弱いのに向かってくるんだね、この人たちはね。矜持だね、矜持。あ、まずい。攻撃力あるな。いいよ、なんか。とっちめてるよ。お前まだ。これ多分お前と戦うと負けると思う。わ、分かっててなお。いっそすがすがしい。あ、汚い言葉を。なんて言ってるんだろうね。はい。はい、ありがとうございました。ちょっと眠い眠い。満たされたい。あー、まあまあしますな。や、高いね、毎度。お金持ちね、あなたたち。彼もう来ないかもしれない。何？なんだ、ドラマがあるぞ、ここにも。お、お金持ち。ある、ファミコンソフトの話だけどね。マザーってタイトルで決まったらしいんだけど。ジョン・レノンの真似。ほほー、自分たちで言ってるということは、うーむ、高いので、例によってワープ。いや、ちょっとね、物価が高いよ。まあ、2万ドルね持ってるから、まあまあまあケチになって話なんでしょうけど、ちょっとここタダだからね。いつも。お世話になります。はい、してます。ラーメン。美味しいです。焼いたれり尽くせり。拠点。よーし。なんか毎回ここでお別れしてる気がするな。まあじゃあちょっと今回はこの辺で、次回ね、バレンタインの街をもっと詳しく散策してみたいと思います。ということで、鹿児島ニアのフールでした。バイバイ。